アイズヒメアザミは、菊クカアザミ族の多年層。別名、アイズヒメアザミ。茎の高さは1から1.5メートルになり、茎には毛がある。形容は長大円型で、茎の下方につく葉の基部は茎を広く抱き、右上に、新列、時に前列するが、茎の上部に行くに従って右上に裂けなくなる。葉の円の棘は鋭い。頭鼻がつく、髪型の葉は茎を抱かず、 大きい個体になると、茎の髪型は多数枝分かれする。牡蠣は9から10月で、分子した茎の先、溶液に上向き、やや上向きに、計 25mm ほどの紫色の頭花をつける。双方は、卵形で計7ミリメートルほど、双方辺の先端が少し射上する。双方辺は粘着しない。牡蠣には、根症用は残っていない。アザミ族は、 分布域が、比較的広いものと極端に狭い地域固有種がある。藍津姫アザミの分布域は狭く、福島県藍津地方及び、同地方に接する山形県、新潟県、群馬県、栃木県の一部に分布し、産地の林内、林園に自生する。基準産地は、福島県藍津若松市東山町。絶滅危惧エ灰類2007年8月列島リスト。 以前の環境省レッドデータブックでは、絶滅危惧 IV 類、ありがとうございます。